奥沢桜花、19歳、専門学校生よ。3年もおばあちゃんほっといて何してたのよ。こんな薄情な孫じゃおばあちゃんも浮かばれないわね。私がおばあちゃんから教わった唯一の料理よ。いらっしゃいませ。カフェテラスファミリアへようこそ。